はい、自己紹介お願いします。はい、ワイズプロモーションのミキーです。はい、あ、あれじゃない、ジムに変わったんです。あ、そうです、はい、なんだ、変わったんですか。なんか変わりました。変わりました、はい、じゃないとニュージャパン出れないです。やめろ、そういうこと言うな。はい、スックワンキントンのチャンピオンですね。スックワンキントンのチャンピオンとして変わりました、はい、そうね、初参戦です、はい、前回ね、KO勝ちですもんね。KO勝ち、膝ですごかったですね。すごかった。あれ、いたっけ、はい、鶴田さん。何ですか、見てたっけ。見てたよ。あ、すいません、はい、で、今日は NJKF の大和哲也会長の、そうですね、塩里、塩里選手と、塩里もね、ニュージャパン加盟してNJKF 初登場です、はい、だから2人ともミネルヴァ初参戦で、しかも肘あり。あ、純粋なミネルヴァは初ですね。そうですね、まあ、はい、ミネルヴァじゃないんだけどね、肘ありだからね。今日肘ありなの。肘ありだよ。肘ありが好きなんでしたっけ。好き嫌いとかじゃなく、スッカンキン、お互いだって彼女も WMC のチャンピオンだから、ムエタイのチャンピオン同士だから、これ逆に何、 K-1 っぽいルールでやるの。知らないけど、うん、知らないけどね。そうですね、はい、じゃあ肘ありルールということで。そうですね、はい、どうですか、相手の印象とか対策とかなんかあります。そうですね、あの塩里選手、ステップがかなりこう、ステップインステップアウトが速くて、でパンチ力がある選手だなっていう印象です。そうですね、はい、浅井選手からダウン取ってますからね、はい、あれ、ミネルヴァに参戦っていうことは、ちょっとミネルヴァ狙ってる感じですか。二冠に、いや、そんなことはないと思う。だってもうチャンピオンだから。あ、それでいい、うん、他団体のチャンピオン、お呼ばれされた感じで。例えばこれ、これから面白いのは、その S1 の世界タイトルとか、あ、そっち、あの日本のトーナメントとかやったらね、はい、面白いかもしれないですね。うん、確かにいいですね、はい、じゃあちょっとあれですか、意気込みいただけますか。そうですね、お願いします。はい、相手選手強敵なんですけども、私の特徴を生かして、ね、しっかり勝ちたいと思います。お願いします。はい、はい、ちなみにミッキー選手の名前の由来は美月だからです。はい、そうです。あっちじゃないですか。あ、ミッキーじゃないです。美月です。です覚えてください。はい、はい、ということでミッキー選手でした。ありがとうございます。はい、ツルタップです。やれや、やれや、もう覚えろや。2回目でしょ。はい、じゃあ自己紹介お願いします。グラテン所属のしおりんです。はーい、しおり選手。しおり選手は NJKF 初登場。そうですね、初です。うん、ついについに NJKF のリングに上がります。はい、試合はあれ、前回の浅井さん選手以来。いや、その後にモンタナーズ選手とやって、おお、今日です、今回です。あ、なるほどなるほど。そうです、そうです。ちょっとね、はい、空いちゃいましたよね。はい、うん、本当はね、はい、タイトルマッチやってもらいたかったんだけど、怪我で出れないって言って、あ、バンタム級なのに決めちゃったらやりますっていう、なんかね、だからちょっと待たしちゃう感じになっちゃいますけどね。なるほどなるほど。だからね、まあ今回満を持して出てもらえるんでね、我々は期待してますけどね。そうだ、はい、今日はあれですよね、スックワンキントンのチャンピオンミッキー選手が相手で、はい、対抗戦みたいな感じですよね。そうですね、まあ、NJKF 対スックワンキントンで、肘折りと。そうですね、肘折りはどうですか。肘折り自信があるかないかって言われたらないんですけど、でもまあどん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 しっかり出していきたいと。とはいえとはいえWMC のムエタイのチャンピオンですから ね、日本チャンピオン、チャンピオン同士の対決、パンチもありますからね。そうですね、まあ、浅井遥選手からね、ダウン取って、ね、結構、はい、蹴りたいパンチじゃないですけど、蹴りたいパンチ、確かにそうなりますね、蹴りたいパンチです。結構面白いカード、ね、組みますね、ミネルヴァさんもね、ミネルヴァおじさんも、はい、はい、どうですか、ミッキー選手は印象とか。わあ、もうリーチがとにかく長くて、崩しももうまいイメージがあるので、うん、そこに飲まれないようにしっかり自分のパンチもコツコツ当てていって倒したいと思ってます。はい、いいですね、心強いですね。髪の毛はね、ちょっと下見てもらって、なんかすごいですね、今日色が。はい、服の色とあれで、なんか目がパチパチします。はいはい、私だけでしょうか、ね。あなたはちょっとね、くるくるパーなんで、はい、はい、ということで、じゃあ試合に対する意気込みお願いします。はい、しっかり、肘も出していって倒して、見れれば次タイトルマッチつなげるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします。そうですね、まあ今ね。
同じミネルヴァでは七海選手がトップランカーにいるんですけど、ちょっとお休みしてるんで、まあ、この間勝った首里選手がタイトルマッチ濃厚なんですけど、まあ、その勝者とやってもらうのも面白いかもしれないですね、はい、ということで今日は頑張ってください。はい、しないろよ、はい、しおりん、しおり選手でした。しおりんハート選手でした。しおりんハートはいらねえよ。はい、しおり選手でした。ありがとうございます。第1試合ミネルヴァ53キロ契約2分3ラウンドを行います。両選手入場です。青コーナーミッキー選手に空手の無限軸トリレー道場都合武人様、有限会社今井工業ライセンター様に激励賞が届いております。
29対29ドロージャッジ高谷29対29ドロー以上規定の2票に達したいためこの試合はドローとなります。結果はねドローということでしたが、タウンランドを巻き返したという感じで、すごかったですね。やっぱあの王者の意地を見せましたね。やっぱねちょっとね前半パンチもらいすぎてたんで、あと組ましてもらえなかったですね。でもやっぱり3ラウンドはあの前に行って膝当てててね、すごく良かったと思います。あれねちょっと2から動いてるとまた違う展開だったんですかね。難しいところですね。5だと思いました途中で。あ、ごめんなさい、ゆっくり喋ってください。5ラウンドだったらと思いました。はいはいはい、3ラウンドなので、はい、全く生産性がないです。いや延長バレバーね、分かったんですよね、はいはい。まあ、でもね、ミキ選手すごかったですね。3ラウンドの怒涛の攻めすごい良かったと思います。ね、ちょっとね前半スロースターターなのかな、ね、ちょっとねパンチもらってあわやと思ったんですけどね。ちょっとあのでしょっぱなストレートワンツーストレートがバンと入ってびっくりして、ちょっとフリーズしちゃったんです。まあ、でもあの展開からよく3ラウンド盛り返したのはすごい良かったと思います。はい、どうですか、また、ミネルヴァに見てみたいですね。そうですね、いいファイトでした。はい、じゃあ見てる方にメッセージお願いします。はい、お前じゃねえわ。はい、お願いします。今回はちょっと、まあ、数選手でありながらちょっと勝ち星を挙げることができなかったので、またあの自分の弱点を練習して、次は勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。弱点を練習してね、自分の弱点を練習してみます。おかしいですか。はい、大丈夫です。黄色い T シャツが一番おかしいです。ということでミッキー選手でした。ありがとうございます。はい、ということでドローでしたね。はい、すいませんでした。ちょっと1にね模様ですよね。まあ、ちょっとね3ラウンド膝もらいすぎちゃって首もやがってたんで、あれはちょっと三男と僕もドローかなと思いましたね。もったいなかったですね。ね、距離感とかもう勝利選手の、ね、距離感でいってるなって感じだった。やっぱ向こうもさすが王者ですね。そうですね。そこは意地で一緒な感じで。まあ、でもねまた戦う機会あるかと思います ね、 うん、どうでした今日戦ってみて感想というか。戦ってみて自分のペースでできた割にやっぱり最後の一個がつかめない、その倒しきるとか肘を当てるって最後の一歩がつかめないのがずっと浅井選手の時から課題だったんで、ちょっとまだそこが全然直せてないのが、ちょっとそこを次までにしっかり掴んできて、次はもう3ラウンド首でやっぱりやられるっていうのが皆さん知ってきているので、そこでやっぱり克服していきたいですね。ストレートめっちゃね良かったね。でもなんか今後ね多分研究というかそう注意されて、そうですね、はい。じゃあ最後見てる方にメッセージお願いします。はい、応援ありがとうございました。ちょっと不甲斐ない試合になってしまったんですが、今後も頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで勝利選手でした。ありがとうございました。